半面の紙をこれぐらい取ってくるりんぱしていきます。この時も、つむじの位置で大体ここなんですけど、つむじの少し上ですね、つむじの少し上から起点にしてくるりんぱします。そしてもう一つポイントは、結構どのスタイルも最近のスタイルはそうなんですけど、必ず角度を下げてします。でセルフでお客様に伝える時も、鉢が角度が上がると鉢が入りやすいのでしっかり角度を下げてくださいっていう風な感じで伝えてください。はい、じゃあ余計な紙、いらない紙は引っ張って突っ張ったりしてはいけないのでしっかり留めておきます。そしてくるりんぱですね。このナイロンゴムでだいたいしっかり留めた方が可愛くなりますので5回ぐらいしてします。でこの時も少し真ん中からじゃなくて少し斜めからっていう風な感じでお客様にも伝えてあげてください。で穴は最小限にしてキュッとします。でこの時も角度を下げてキュッとしますですね。はい、でこのくるりんぱのこの横に広がった時の対処法なんですけど、この表面の紙は全てこの毛先に来てます。なんでこの毛先を全て引っ張っていくと、順番に引っ張っていくとここが締まります。なのでここの紙はだいたいこの表面、ここら辺ですね、ここら辺を引っ張ると、横の紙なんで引っ張るとここが締まります。こういう感じで分かりますか。こういう感じですね。でさっきの引っ張ったところがここで、ここなので次ここですね、ここら辺はこの裏ら辺に来てます。こういう感じです。順番に引っ張っていって締めます。こちらと差があるのが分かると思うんですけど、こういう感じにして後からほぐすと可愛くなりますので、こっちも一緒のようにこう締めていきます。こうですね、締めます。全部締めます。こういう感じで、ここからほぐしていきます。でもうベースを最大限までへこますことでほぐした時に立体的になります。これが、写真で撮った時にも可愛いですし、実際見ても可愛いし、今っぽくなるほぐしのポイントですね。ほぐしもレンガ状にほぐすところとほぐさないところを作りながらほぐしていくのがポイントです。はい、横の紙ですね。この紙を残してここをくるりんぱしますね。この時もナイロンゴムでします。でここは特にネープはたるむとあまり可愛くないので、結構しっかりめでゴムで留めた方がやりやすいです。ですね。で穴は最小限に。こうですね。穴を最小限にすることによってあまりここたるまなくなります。そしてきれいに真ん中を持ってギュッと締めます。こういう感じですね。はい、そしてここですね。でここはここのほぐしよりも緩むとあまり可愛くないので、毛束を細く取ります。毛束を細く取ってほぐします。で徐々に細くなるいつものほぐし方なんですけど、紙の量の多い方だとここのほぐしを上もしてください。少し細く取ってほぐす。こういう感じですね。こういう感じです。こっちはシルエットが少し大きくなってもいいほぐしですね。でこちらはシルエットをあまり大きくしたくないほぐしとか、紙の量の多い人に向けたほぐし方ですね。であまり数本10本以下のほぐしをすると結構パサついたりしますので、もう少しパサつく方はもう少し多くつまんで徐々にで、ほぐしの時によくあるんですけど、こうやってこする方いるんですけど、こうやってこすると結構パサついたりしますので、こすらずに取ったらそのまま引っ張って徐々に力を弱めていくだけです。そうするとワックスとかつけなくてもしっかりこういうような感じでツヤのあるほぐしになります。この最後にこの横の紙のくるりんぱをここにします。この隙間ですね。で、最初のこのくるりんぱの角度が上に上がりすぎると、ここに隙間があって隠せなくなりますので、この角度を下げるのはなぜかというと、そういう意味合いもあります。で、今回はセルフアレンジでお客様に伝えるので簡単なやつなんですけど、ここをタイトロープとか、ここを三つ編みとかにするとバリエーションも広がって、お呼ばれとかにも使えるアレンジになります。はい、で、今回はくるりんぱですね。なので、この角度はここが開かないように、この斜めの角度でシェーピング、手ぐしでいいのでシェーピングして少しだけねじります。こういう感じですね。で、ここで当てはめます。こうですね。で、セルフでする場合はそうですね、クリップとかで1個ずつ留めていただくと、留めるというアドバイスとかもすると喜ばれると思います。ここでくるりんぱします。で、ここも一緒にほぐします。ここは紙の量にもよるんですけど、まあ間ぐらいと思った方がいいですね。ここの細い毛束とこの太い毛束の間ぐらいの毛束でほぐすとバランスが良くなります。ほぐしは全部ほぐさずに1、2センチ開けてほぐすと可愛くなります、ね。で、この毛先をこの穴に入れ込みます。アレンジスティックが持ってる場合はアレンジスティックで入れるとやりやすいですね。で、ゴムアクセとかある場合はゴムアクセをここにつけたりとかしても可愛いですね。この横のまたブロッキングラインがあまり見えてないんですけど、この1個目のくるりんぱのところのを前に持ってきます。こう前にするとこれが隠れます。こっちも前に、ブロッキングでジグにしてもいいんですけど、セルフで伝えるときはあまりジグザグにしてくださいって言ったら難しい印象を受けるので、僕たちが撮影用とかにするんだったらこういうアドバイスですね。ちょっとこうスライス線を隠すような感じのほぐしですね。で、ここも紙の多い方は特にこの内側をほぐします。内側を取ってほぐすと可愛くなります。で、ほぐしってほぐしすぎたりするっていう質問があって、なかなか確かに難しいんですけど、少し一歩離れて見てみると意外とこの全体のシルエットのバランスが分かったりしますので、少し控えめにほぐしておいて後からするということですね。こういう撮影とかでいうこの影を作る、ほぐして影を作ることによって写真に撮った時にすごい可愛くなります。はい、で、こうですね。で、この毛先を巻いていくんですけど、このくるりんぱってどうしても下に奥に行ってしまうので、どうしても写真撮った時にここがどうしても平面に奥に行ってしまっているのであまり可愛くないので、後から最初に少しだけ巻いておいてもあまり動きが出なくなる時があるので、この表面をアップステムで巻きます。こういう感じです。表面だけで大丈夫です。全体はワンカールにしておいて、表面だけこういう感じに巻きます。で、ほぐします。ここも表面をアップステムところどころ外羽とか入れても可愛いです。なんですね。こういう感じで、これをするだけで写真を撮った時に全然クオリティが変わってきますので、しっかりこの工程はセルフの場合ですと全然大丈夫なんですけど、この簡単アレンジを仕上げて写真撮って発信するとかの場合は必ずここは巻いてください。りですね。で顔周りは少しねじって巻くことでねじりが加わって黒リンパとなじみます、ね、普通に巻くとどうしてもこうコンサバっぽくなりますので、しっかり少しねじりを加えてこの質感となじますっていう感じの、まあ、仕上げのほんと細かいところなんですけど、そういう顔周りの巻きとかこの毛先の巻きですね、これもすごい大事ですので、ぜひ明日から使ってみてください。じゃあ完成しました。はい、そうですね。やっぱり最初の角度ですね、最初の角度を必ず下げることですね。あとはこのネープのクルリンパのところはほぐしすぎずに細い束でほぐすことというのがポイントになりますですね。でこのやっぱりこの隙間を隠すようにブロッキングラインをね、ブロッキングラインがなくなるようにこの最後の横のクルリンパを持ってくるというのもポイントです。なんで結構これピン一つも使ってないので、すごいセルフアレンジにぴったしですので、ぜひお客様に何かピンを使えないんですけどセルフアレンジで困ってますという方とかにぴったりですので、ぜひ伝えてあげると関係性も深まりますので、ぜひサロンワークでぜひ使ってみてください。